今回のドライブはですね、さっきね、バス停の、あれを見たら、座禅石公園前って書いてあったみたい。そこからのスタートになります。ここをですね、まっすぐ行くと、あそこになりますがよ、城山団地。もうすでになってるのかもしれませんけど。はい、このね、交差点が城山団地中央ですね。はい、城山ですね。いや、城山じゃなくて桜島。この前、冠雪したとかしたいとか、ありましたけど、はっきりね、見えなかったみたいですよ。もし仮に冠雪したとしても、もう絵で見てわかる関節じゃなかったと思います。ペタッとしたような感じのあれだったと思いますけど、もしそういうように、桜島にが関節したら、必ず撮りますからね。ここ白山トンネルですね。結構長いですね。両サイドに人が通れるようになってるけど、まあ慣れるとどこも一緒でしょうけども、もう私なんかここを歩けしたら嫌ですって言いますね。どれぐらいあるんだろうか。歩き取りをすればですね、これぐらいの距離なんともないんですけど、トンネルの中歩き取りせえって言われても。いや、もうよし、ワンでっていう感じですからね。はい、ライトを消します。たまーに消し忘れで走るときありますからね。ここはまっすぐ行きますね。今年からですね、いろんなまあ、今いつも言う毎日が試行錯誤ですけども、歩き撮りの撮影方法を変えますからね。今までは一本書きみたいにずっと撮ってたけど、これからはですね、その一本書き、一本ガキっていうんですかね、ずーっと、途切れなく撮るやつに加えて、カット撮りっていう、撮影方法、左行きますね。撮影方法も取り入れます。で、その他にですね、そのカット奏法プラス固定、ちょっとズームが効くカメラ、ここ左行かんないかんですね。あら、電話が来た。珍しいですよ、私に電話が来るのは。ここちょっと止まりますからね。はい、どうも、すいません。あれでした。正月のね、挨拶。何の話をしてましたかね。もうせっかくですからね、今晩は続けましょうね。ちょっと後がえるっていう感じになりますけど。今ね、3時31分なんですけども、なんかね、気のせいかね、12月のその冬至の頃よりね、光が強くなったみたいな気がしますがよ。
なんか本当、今から、まあ、春をがあって夏にですけども、なんか、ああ、夏が来るんだなっていう感じのね、なんか太陽にね、パワーを感じますよ。あ、さっきあれでしたですね、カメラの、撮影法をうんぬんってやつ。あ、今度はまっすぐ行きますからね。まっすぐ行ってですね、あそこに行きます。中央駅じゃなくて、鹿児島駅前の再開発ビル現場。もうひょっとするとですよ、もうこの前残ってた4日の日には残ってたやつももうなくなってんじゃないかなって思ったりしますからね。だからそれのね、確認に行きます。さあ、どうでしょうかね。いや、これは太陽は光を増してる、光量を増してる。あれが、なんて言うんだろう。クレーンじゃなくて、なんちゅうんですかね。あれがね、動いてますがよ。動いてるけど、ほら、この左側もなくなったでしょう。早いですよ。左行きますね。かんまち屋ですね。クレーンが動いてますけど、この前で、ね、取った作業とほとんど変わらない。要するに、瓦礫をすくってるっていう感じですね。廃棄っていうあれですから、この前何分か、2、3分撮ったの動画がありましたけど、もうそれと類似した作業内容ですので、もう今日は撮りません。ですからね、こんな風にしてね、確認、作業に来る過程の動画っていう、このが多くなると思いますけど、まあそれはしょうがないですがね。ここをね、撮影しないでっていうのもあるけども、でも撮影しとけばですね、なんやかんや別なものが写ってる時があるんですよ。例えばこの左側の貨車が動いてたりですね。まあ今日は来ないけど、ちょうどそのまあまあ、バスが来ましたね。黒丼が来ましたね。白丼、黒丼が。で、前がちょうどほら、JR 鹿児島駅のプラットフォームですから、あそこに、車がね、車じゃなくて列車が入って、ちょっと右の方を映しておきますからね。今の状態は1月6日、3時37分、現在のこの状況ですね。がこうですからね。はい。じゃあもうちょっとこう走りましょうかね。左行きましょう。あ、右行きます。右行きます。友達からのリクエストがあったんでした。皆さんからもリクエストを待ってますからね。眩しいですよ。あ、でした。ですね、
アーカイブ映像、今まの鹿児島弁用に、しか使ってないんですけど、アーカイブ映像からですね、ある部分だけをこう切り取って、それを編集でくっつけてっていう、これリスナーの方からもそのアイデアをいただきましたけど、それをするためにですね、原本という形で、やっぱり残したいんですよ、動画を。次は左行きます。話飛んですみません。友達がね、ここ大通公園を最近通らんどお前はって言うからですね。はい。なんで通らんかっていうと、ちょっと殺風景なんですよ。なんだけど、その彼自体はなんかこの思い出があるらしくてですね。ここ最近通らんがわやって言うんですよ。お前はって意味ですけどもね。だから、じゃったじゃったで今通ってるんですけどもね。ああ、久しぶりですね。だけど、この風景ね。NHK が右の方に見えて。なんかほんと、さっきも言ったけど、一日一日、春に近づいてくるっていう、昼が長くなってくるっていう、あれがわかりますね。実感します。こっから右行ってみましょうか。こっからの右はあんまり行ったことないんじゃないですかね。はい、話題をあれに返します。戻しますね。あちこち飛んですいませんでした。今年の、歩き動画の話。それで、アップと、それから最初から言いましょうね。今までみたいにずっと歩きっぱなしと、それから1分ぐらい単位で、こう、アングルを変える。1分ぐらいで、アングルをこう変えて、一つの動画で、まあ15分だったら15カットから20カットぐらいのあれをするっていうやつと、それともう一つカメラをちょっと振るっていうのが、下からずっと上にこうクレーンショットみたいにふーっとしたり、まあ映画っぽい撮り方をするとかですね、そういうようなのをして、皆さんに少しでもこの、何ですかね、退屈した絵じゃなくて、なんかこう見慣れた風景がちょっと違う。あれ、ここは鹿児島系とかですよ。なんかこう、別の町に見えるぐらいの撮り方をね、編集でしてみようかと思いますがよ。で、それはほら、別にこの風景に、左ちょっと真ん中に行きますからね、風景に手を加えるわけではなくて、カメラワークっていうんですかね。それでちょっと変化をつけられすると、まあ、県外の方とか、それから外国の方が見た時に、あ、鹿児島に行ってみようかねと思う人がね、増えるんじゃないかなと思ってね。実際ね、来られてやっぱり満足されると思いますよ。来てがっかりじゃなくて、いっぱいありますからね、鹿児島には誇るべきものが。左に行こうかな。あ、高見馬場から左行きます。はい、この信号を左折ですね。
構風が強いみたいですね。ほら、そのクスノキの葉っぱの揺れ方。あれですが、よその撮影方法とかなんとかもそうですけど、不思議なもんでですよ、12月と1日、12月31日と1月1日というのは1日しか変わらんのに、なんか気持ちが改まりますがよね。なんでだろう。私も月が変わるごとに、来月はと思うけれども、何なんですかね。みんながそういう風潮というか、テレビから、新聞から、マスコミからがそんなに言うもんだからそうなるのかどうかわかんないですけども、なんか、ご破算で願いましてはって、こうガッとこう線を引いて、はい、もう去年の済んだことは済んだこと、今年からやり直しましょうっていうあれになると、まっさらのなんか紙に今年の目標みたいなのがパパパパってこう書けるんですかね、心の中で。それでね、歩き取りがやっぱり増えますね。ですから、その新しい携帯の形のですね、歩き取り方式っていうんですかね、行くと、私のあれではこの右の方にクレーンがこう並んで、今その建設現場ですけども、こういうのもですね、アップで撮れるようにしようと思うんですよ。そしたら、この歩き撮りで今までみたいにスーって、画面の上の方に、クレーンらしきものが映ってるじゃなくて、クレーンの、そうですね、歯車があれば歯車、それからクレーンがこう、ワイヤーをこう吊るしてる、その先端があればそことかですね、その辺りをね、切り取れるんですよ。そしたらね、迫力がまた違いますからね。こう今の車でこうドライブ動画で見ると風景として見えるかもしれないけども、ちょっと構想変えますね。風景として見えるかもしれないけど、実際はですよ、やっぱり高所でもね、安全にすごく気をつけてて、そういう安全に対する心配りもあるんでしょうけども、やっぱりそれと、その高度の技術とのがあったりですよ、それからな、精密さとかそういうのなんかもね、ズームレンズを使うことによって、切り取ることができるんじゃないかと思ってますがよ。ここ左行きます。左折ですね。さっきのその歩き撮りですけど、だから、そのためにはね、ちょっとね、体力を鍛えるっていうか、その体を鍛えてちょっと体力をつけるか、もしくは最初はヨットンヨットンしながら そういう撮影をしているうちに体力がついてくるかのどっちかでしょうからね。まあどうなんだろう、まあ好きですからね、撮影自体ね、楽しいですよ、撮影は。で、自分でほら編集をするでしょう。これにね、自分で BGM がね、作曲というか、楽器が弾けたらですよ、コピーっていうんですかね、そのアレンジっていうんじゃなくて、その高度なことはできないから、普通のメロディーラインにちょっと伴奏がパッとついたような、
軽くこう、音楽が流れてるみたいな、この BGM ができるとね、表現がね、広がるしね、映像のね、表現が広がるしね、それとね、被写体も広がるんですよ。どう言えばいいんだろう。まあ、今の時期、霜が降りるでしょう。そしてね、朝早くですね、いわゆる野辺に出るわけですよ。そうするとね、霜の結晶ですよ。まだ結晶がね、摂写レンズみたいなのを使ってですね、マクロレンズとかですよ。するとね、結晶みたいなのが見えたりね、水滴がですよ、里芋の葉っぱのコロコロは外部からのコロコロですけども、もう植物の表面につくそのコロコロ水滴というのはですね、また違うんですよ。これがね、美しさというのがね、そういうのも撮れるんだけど、それはね、現場音だけじゃね、絵がかわいそうなんですよ。右折します。まあ自分でそのシンセサイザーで簡易作曲っていうんですかね、をするために、2年ぐらい前に買ったシンセサイザーがあるけど、そのままですからね、いけんかせんないかんですね。もともとそのシンセサイザーはいわゆる楽器が弾けない上に、使い方がわからないんですよ。今はその楽器というよりもね、電子機器なんですよね。もう簡単なことがわからん。だけどね、いけんかせんないか。あ、それぞれでした。アーカイブ映像のためにね、この、撮った動画は、すべて、必要な部分、交差点で意味のないっていうか、面白くない交差点のは、オールカットですけど、たまにですね、ちょっとごめんなさい。ここ左は、ガソリンスタンドはどげんしてたろうか。はい、話をそのアーカイブ映像に戻しますね。そういう珍しいですね、車両なんかがいたりするんですよ。だからその辺の部分は残したり、それからの歩行者がすごく多いとかですね、そういうような、例えばその外国から、コロナが終わって初めて、入港したクルーズ船に乗った、外国の方が、例えばこの横断歩道をずっとこう、渡ってらっしゃるとか、そういうのなんかもやっぱりですね、残しときたいんですよ。で、そのためにね、はい、そのためにですね、どこに直そうかなと思った時に、私のパソコンだけにのハードディスクだけに残すのはもったいないからですね、縄文人一回そうしたんですけど、縄文人の方にですねあげますからね。まあいわゆる仮編集という形でもう一本のままですよ。そしてサイズ、画面サイズはですね、いわゆるシネマスコープサイズ、横長ですよ。今年入ってからですね、その今まではシネマスコープよりもちょっと幅が、高さが高いあれに去年まではしてたんだけど、今年からはですね、シネマスコープ型に、一体、なんとかってやつ、一体っていうのは、1に対して1対 2、3.5 とかなんとかって、要するにそのシネマスコープのそのままです。だから音声を消して、聞くと
今さっきちょっと中止、信号待ちの時に今日の、動画のあれを調べたらですね、純真学園を取った後からのやつが1時間30何分、その前が30分ぐらいだから2時間分ぐらいありますから、2時間分だらーって音楽を聴きながら見られてもいいんじゃないかなと思ってですね。はい、これからですね、半ズボンに行きます。はい、ということで、ここでお開きになります。ありがとうございました。